か、警察官が出動する騒ぎとなりました。杉並区の住宅街で親ガモを先頭に歩く総勢11羽のカルガモの親子。そこへ寄り添うように自転車を押しているのは警視庁の警察官です。現場は交通量の多い幹線道路の近く。すれ違う車にぶつからないよう見守りますが、やはり危険と判断したのか自転車で進路を塞ぎ捕獲に試みます。しかし親子はすり抜けてしまいました。今度は素手で捕まえようとしますが、逃げるカルガモに大苦戦。最後は住民らが取り囲み、網を使って無事捕獲。この後近くの川に放したということです。お笑いコンビ爆笑問題の田中裕二さん。